皆さんどうも、ピーマンドです。今回、ポケットモンスター金実況9回目。前回のね、動画で、このエンジュシティのジムリーダー、松葉を苦戦しながらも倒すことができたからね、また次の街目指していくのもいいんですが、ちょっとここの男が気になることを言ってるんだよね。怒りの湖でポケモンが暴れ回ってるんだって。行ってみたいな。おいおいおい、恐ろしいね。行ってみたくねえだろ。でも行ってみましょうか。気になるわ。どのポケモンが暴れてるのか。さあ、ここは南蛮道路。38万道路。あ、アサギシティとエンジュシティを繋いでる道路なのか。あー、なら、こっち行くのが正解かな。怒りの湖がそのどこにあるかっていうのはわかんないんだけどね。あ、トレーナーか。俺は外国を回って、いろんなポケモン知ってるぞ。いや、それだけかい。だから何なんだよ。誰これ。あー、船乗りのマサヒロ。水タイプかな、使ってくるポケモン。ウーパーか。いや、ちょっと待てよ。これ波乗り使えるようになってるからね。水タイプのポケモンゲットしねえとマジいわ。うん。持ってないんでね。いや、ウーパーはね、そういや、どっかで出てきたんだけど、あの時ゲットできなかったからさ、波乗り要員としてちょっと捕まえましょうか。この辺で出てきてくれるかもしれないんでね。だからその怒りの湖行くにはなんかちょっとね、波乗りとか必要になる可能性もあるんでね。池ベイリーフ、葉っぱカッターだ。効果は抜群だろう。確か地面と水だからね。めちゃくちゃ食らうんだ。こういうポケモンが出てこないとベイリーフの出番がないっていうのはちょっと悲しいけどね。前回のジムリーダー戦でも相性悪く全然役に立たなかったからね。ゲンガーにはこんな草タイプのポケモン全く食らわんよ。さあ何が出てくるだろうな。ちょっとウパー出てきてくれ、頼むから。どうだ、こらったやないか。お前どこにでもおるな、ほんとね。ラット、おかしいなぁ。ここの道路、ウパー出てこないのかなぁ。いや、てっきりウパー使いのトレーナーがいるんだからね。来るかなぁと思ったら。いや、出てこないんでね、諦めましょう。ラッタとコラッタしか出てこねえんだよ、ここね。腹立つわ。もうとりあえずいいや、先進むわ。どこかで水ポケモンを手に入れるチャンスはやってくるでしょ。とりあえず俺のね、今、パソコンの中にも、ボックスの中にも、水タイプはいないんでね、波の理由使えるようになったっつっても使えねえんだよな。いねえから。覚えさせられねえから。マコかい。俺かわいいね。俺も持ってるけど、残念。うちはゴロンだからね、戦闘が。マグニチュードで一撃や。ごめんな、ごめんな。7。十分すぎるね。いや、このね、ゴロン。まあ、前回は石つぶてでしたけどね。この活躍が大きいんだよ。マジで俺こんなにゴロンを手持ちに入れてるの初めてだよ。ゴロンなんて野生で出てきたのを捕まえるくらいしか役割がなかったからね。今までの俺のポケモンじゃ。初めてだよ。あ、コダックね。出てくるんじゃないかな。これも野生でね。コダックは別に水の上とかで出てくるポケモンじゃない。その辺歩いてたら出てくるポケモンなんだね。ぜひとも欲しいな、波乗り用意で。そもそも水タイプのポケモン育てておかないとちょっと積むよ、この先ね。絶対育てた方がいいですから。これ電気ショックで撃破。勝ったからポケモンよこせや。そんなルールはないからね。かわいさすぎるでしょ。さあ、レベル20。あ、なんだこれ。トレーナー？あ、トレーナーか。はーん、かわいいトレーナーさん。どんなポケモン持ってるか見せてくださらない？え、何？知女ですか？喋り方もおかしいしね。わーお、何こんな草むらでこんなエロい格好してんだよ。虫に刺されまくりじゃねえか。羽根っこ使うポケモンは普通だな。ちょっと待って、こいつ草だよな。相性悪いじゃん。草飛行だったかな？なら行け、ピジョン。ちょっとここ最近あまり出番がないピジョンだが。オーケー。まあ、でもここでは役に立つよ。大して食らうね。風起こしだ。羽根っこなんてピジョンの餌だよ。食ってうまいのか知らんけどね。お、効果抜群。あー、じゃあ飛行入ってないのか。草だけだね。入ってるわけないか。しゃ。で、ポポッコ。いや、進化系だよね。多分羽根っこの。だね、これだね。気色悪い色だな、お前。そんなポケモン欲しいとも思わんわ。色合いがあかん。黄色だったらちょっと欲しくなるかな。緑っていうね、すんげえ毒持ってそうなんで怖いんだよ。また深い緑だからね。ああ。鮮やかな緑だったら考えようとは思うけど、こんな濃い緑のモンスターちょっといらないね。ピーマンって名乗ってるやつが緑を批判するっておかしな話やけどね。エロ女さん、服着た方がいいよ、お前ね。ここはいろんなポケモンが多いんですから、刺されまくるぞ。あ、ミルタンク！ワッツワッツワッツ！嘘でしょ？うわ、わわわわ、すごいの出てきた、これ。ちょっと待って、いやいや、もう絶対ゲットしましたね、こんなんね。わお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 。イエース！
ミルタンクゲットだぜ。思いもよらぬポケモンだね。俺的にはちょっと水タイプのポケモンが欲しかったんですけどね。乳牛ポケモンそのまんまじゃねえか。ミルクは栄養満点。お年寄りや病気の人にとって最高の飲み物だね。じゃあ俺も飲みまくりましょ。いや、直で絞って直で飲めますからね。最高だよ。さあ、ミルタンクね、育てていかないと。ちょっとボックスの方行っちゃったけどね。この道路で出てきますから。これは予想外だったわ。予想なんてできるか。どうなんだろうね。出現率の低いモンスターなのか。ケンタロス !What? マジで嘘でしょ、お前。めっちゃ出てくるやん。初代最強ポケモンのケンタロスさんですよ。よーし。あぶね、強いからピジョンもやられかけたよ。ケンタロスゲットだぜ。暴れ牛ポケモン。牛多いな、ここね。角を突き合わせて戦う。群れを守る強いケンタロスは傷だらけの角を自慢するとのことだね。てかお前、群れいるんだったらここ超危険な場所じゃねえか。人間がいていい場所じゃねえ。なんでこの女の人はね、あんな格好でいたんだろう。不思議だよ。この先進めばどこに出る？ここは何番道路だ？ここは39番道路。やっぱ朝日シティとエンジンを繋いでる道路なんだね。あーもう対決するつもりなかったの、めんどくせえ。君のポケモンどんなことができるか見せてくれじゃねえんだよ。なんでお前に見せなきゃダメなんだ、クソめんどくせえな。早くお前ケンタロスとお前ミルタンク会いに行きてんだよ。ボックス行きになっちゃってるからね。怒りの湖にも行きたいんだがな。あれどこあんだろうな。こっちじゃなかったのかな。もしかしたら街を出て右側の方だったかもしれないね。あー、効果今一つ？いや、そうでもない。おーほーほーほー、よく食らう。ただまずいぞ、ゴロンさん。水鉄砲。こんな3滴しか食らってないのね。めっちゃ食らうやん。ふふ、弱えな。あ、岩落とし。外すなよ。水鉄砲のエフェクトの勝負さんには毎回びっくりさせられるわ。イエーイ、すげえ撃破成功だ。まあ、弱いもんね。うん。あー、ヤドン捕まえておけばよかったな。いや、ヤドンあれどこだっけ？奇境じゃねえな。ちょっとどっか忘れたけどね、2個目のジムがある場所で、もしかしたら取れた可能性もあるんだよな。あそこヤドンの村ですから。あら、下トレーナーたくさんいるね。おお、あれなんだ？牛みたいなやついる。あれケンタロスだろ、多分ね。え、ここ何？モーモー牧場。あー、だからその横の草むらで取れたってことか。牛のポケモンがね。わお、これミルタンクってこと？もう、な、泣き声に元気がない。ミルタン君木の実をあげますか？え？あ、俺木の実持ってねえや。あげたらどうなるんだろうね。いや、木の実あげたけど持ってないんで手に入れたらまたこう置きましょう。これ全部ミルタンクかよ。もう、ほんとだ。元気な鳴き声だ、これはね。もう、語尾を伸ばすんだよ。元気なのかね、ほらね。うん。ただ、あの元気ないのはね、語尾伸びてないでしょ。うん、もう絵はそんなの汚いわ。うるせえ、ただただね。木の実持ってない以上ね、あの元気にすることできませんから、なんか元気にしたらもらえそうな感じはあるけどね。先に進みましょう。ちょっと木の実は戦いの最中とかでよく、使ったからね。回復アイテムがなかったんで木の実を使うことが多かったんだよ。まあ、でもこのまままっすぐ進めばいいでしょう。怒りの湖がちょっとどこかほんと気になるところはあるけどもね。まあ、次の街にたどり着けそうなんでね。イカチュウ。鳴き声ちゃうんかい。めっちゃグロいやん。あー、ちょっと待てよ。対ピカチュウに対して、まずいな。ここはもうゴロンで OK でしょ。元気か？効果ない。残念でしたね。でもアグニチュード、行っちゃってどうぞ。影分身、うっとしいのしてくるやん。ネームまで分身してるよ。どういうことやねん。それおかしいだろ。5か。まあ5でもレベルの差があるし倒せるでしょ。一撃だ。おいや。簡単だね。ゴローンのレベルがやばいよ。今一番パーティーでレベル高いからね。ゴローンしか育ててないトレーナーになってるじゃないですか。いや、可愛いポケモン、うちのゴローンでいいかな。あれ可愛いか知らんけども、人から可愛いって言われたことはないね。俺も思ったことねえし。強いから使ってるだけでね。またピカチュウかい。そこのおっさんもピカチュウ、お前もピカチュウ。ピカチュウだらけやんけ。個性ないわ。おそらく家族でしょうね、これね。個性ない家族最悪だぜ。個性のない息子が育つだけだよ。また影分身、ネームも分身してるわ。見にくいわ。アイマグニチュード何回すんねん。回避率そんな上げたらお前影分腹立つな。マグニチュード当たらねえだろ。ほらね、外れるわ。もうめんどくせえ。戦う気がないんならお前戦い挑んでくるなよ。回避率だけ上げてるだけじゃねえか。銃をお見舞いしてやったわ。
効果抜群だよ。再起不能だよ。ポケモンセンター持っていてももう間に合わないぜ。腹立つわ、お前どんだけ分身すんで。ナルトか。ナルトでもそんなしねえわ。負けたっていいですわじゃねえんだよ、お前。腹立つわ。じゃあ挑んでくんじゃねえ。金だけ起こせ、最初からね。トレーナー多いな、ほんとね。こんな離れてるの来るんかよ、お前。久しぶりに浅木に戻ってきた。どれ、ポケモン戦わせてみるか。いや、久しぶりとか知らん、お前の事情はね。また船乗りだ。勝ったらお前水ポケモンよこせ、今俺求めてんだ。あー、ニョロゾいいね。イエス、一匹目撃破だ。時間かかるな。お、あとちょっとレベルアップくるか。ラッタね。イエス、一撃だ。さすがベリフ。雑魚戦やね。うん。悲しいことに。クラブ、あー、はい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 。どうしようかな。ここはポケモン変えて、モココだね。毒入ってますから草弱点じゃねえんだよ。あ、クラブ、あ、違う、こいつか。オーマイガー、草のままでよかった。俺、あれ何と勘違いしたんだ。あの、クラゲのやつと勘違いした。目のクラゲだ。え、なんでなんか知らんけど勘違いした。いや、どうしたんだ、あの、ボケてきてんのかな。いや、俺今、クラブって名前聞いて浮かんできたのが目のクラゲの絵なんだよね。どうした、完全ボケがもう始まっちゃってるっていうね。10年後ひどいことになってますよ。10年言わないね。3年あたりで多分やばいことになってるわ。今のはもう超ボンミスだね。かっこ悪。え、あ、次の街到着した。アサギシティ到着だ。遠く離れた異国に最も近い港の町とのことだね。来ちゃいましたよ。早いな。まあ、とりあえず新しい町に来たので、おーい、ジムもあるじゃないですか。え、で、なんか出てきたんですけど。え、これちょっと待って、お前対決になるパターンじゃねえだろうな。今俺のポケモンやばいぞ。またお前かじゃねえ。こっちのセリフだよ。何身構えてんだ。俺はお前みたいな弱いやつ相手にしない。通算3勝0敗です。俺の勝ちですからね。うん。弱いといえばここのジムリーダーもいないぜ。東大で弱ったポケモンの世話をしてるってよ。ふん、バカバカしい。弱ったポケモンなんか、ほっときゃいいのさ。戦えないポケモンに何の価値もないからな。お前東大で修行したらどうだ。ちょっとは強くなれるかもしれないぜ。どこ行くの？元の町戻ってんじゃないですか。今行ってもいないんだね、ジムね。東大で弱ったポケモンを、具合が悪いから見てる。あ、そう、みかんか。あー、なんかすげえでかいのあるね。これ東大でしょ。うん。アサギの東大、別名輝きの東大だってよ。え、で、修行したらどうだっつくらいだから、トレーナーいるんじゃないのこれ。あ、ポケモンとか出てこないし。いや、でもこれトレーナーでしょ。え、違うんか？おっさん、こんなとこ立たないで。この東大は修行の場所でもある。トレーナーいっぱいいるから簡単に登れないよ。あ、やっぱいるわ。お前トレーナーちゃうんか。意味深な場所に立ってるからね。上に行くためにはトレーナー倒しながら行かないとダメってことね。オーケーオーケー。まあ、事務所前のレベル稼ぎにもなるでしょう。早速いるね。おや、君は、ここは遊ぶ場所ではないよ。舐めてんのか。トレーナーだよ、お前と同じな。それも各地のジムを倒しながら来てんだ。あまり舐めた口聞いてると、いいタイミング見るぜ、ジェントルマン。何？夜のずくか。わぁ。でけえ。こんなでかかったっけ？でかすぎねえ。袋怖えな。電気ショックだよ。危ない催眠術とかやめろ。お前散々もう懲りてんだよ。前回のお前さ、事務戦でね。やられまくったからね。やめてくれ。勘弁してくれよ、ほんと。また催眠術で眠らされての繰り返しだった。もうやめんぜ。辛いわ、やっててね。催眠術はなしだ。やめろ。よーし、外れてくれた。よかったよかった。まあ、命中率はそこまで高くないのが助かってるけどね。こう、そらお前高かった。対決ならへんで、あんたね。つつくと催眠術を交互にしてきてくれてる。ありがとう。4回とも催眠術だったらどっかで眠ってただろうね。さすがに。はい、イエス。撃破成功だ。おーい。全然戦い方がジェントルマンじゃないっていうね。汚い戦い方だよ。あれがたまたま外れてたからそんな風には見えないけどね。当たってたらもうどぎたないっすよ。てかここ電気タイプ相性いいポケモン結構多そうだね。一戦目から飛行タイプですし、で船乗りもいますしね、ニョロもですから、モココのレベル上げにはもってこいだよ。この場所はモココだけで行こうか。まあベイリフもいますしね。そういうこと考えればね、ここまあ船の町でしょね、異国に近いって言ってましたから、
ジムリーダーも水タイプ使いじゃないかな。ということを考えれば、モココ、ベリーフ、ジム戦でかなり役立つと思うけどね。ニョロとね。モココでいいや。よっしゃ、電気ショック。泡攻撃ってそれ攻撃なの。泡なんて当たっても痛くも痒くもないと思うけどね。はい、一撃で撃破だ。さすがだね、モココ。もうそろそろ電気ショック以外の雷の技覚えてくれねえかな。強いやつね。威力高めのやつ。ああ、覚えなかったね。やっぱ電気ショックだけじゃいくらね、相性が良くても食らうダメージは限られてますから。なかなかね、一撃で倒せないことが多くなってきてんだよな。あ、なんかあそこアイテムあるぞ。で、またトレーナーだ。君は何なんだ？お見舞いか？冷やかしか？冷やかしなら帰ってもらうよ。え、なんやねん。いや、普通に修行しに来たんだよ。あとみかん会いに来たんだよ。なんでお前にそんなこと言われなあかんねん。腹立つわ。クソモヒカンが覚えてるよ。ぶっ倒してやるぜ。クソみたいなポケモン使っとんな。そんなんで俺に勝てると思ってんのか。言ってることが俺ライバルと同じっていうね。だからこのポケモン金にはクソ野郎が二人いるっていうね。ライバルと俺だ。悲しいね。口が悪い。まあでも弱いポケモンだからね。それも数だけ多いってパターンな。お前全部ボッポかい。進化させろや。なんでピジョンに意地でもしねえんだよ。そういうやつ多いわ。意地でも進化させないやつ、ね、ポケモンにとってね、進化させるっていうのはもうこれ当たり前のことですからね。人間と同じだよ、お前。ずっと子供のまんまとか嫌でしょ。あれもできない、これもできないってなっちゃうよ。全然ポケモンのこと考えてない。全部ポッポだわ。ポッポも思ってるよ。なんで俺たちこんな変われてんだろう。そしてなんで進化させてくれねえんだろうってね。虐待に近いことをこいつはやっとるんだ。まあ、モココのレベル上げには持ってこいですけどね。こうやって数多いんですから。まあ、一匹一匹の経験値しょぼいからね。強いポッポ出してくれた方がもっと稼ぎになるんだけどね。あ、帰れ帰れ。帰った。本気だね。お見舞いするんだね。じゃねえよ。まあ、お前が帰れ。お前が帰るんで。そんな雑魚いポケモンでよくここまで来れたな。最初のトレーナーの夜のずくで積むと思うけどね。これ穴が開いてるけど落ちたら下落ちるだけでしょ。危ない危ない。落ちられないよ、これね。私は世界を旅してポケモンを鍛えている。ちょっと勝負してもらいますぞ、とのことだね。またジェントルマンか。戦い方もジェントルマンであってくれよ。先のやつは催眠術使ってきたからね。ガーディーか。ちょっと待て、うちのモコは相性も良くないし、まあ悪くもないんだけどね。ここは相性のいいゴローン、君に決めた。炎タイプにはこのゴローン持ってこいっしょ。全然食らわない。石は燃えないんだ。熱くなってさらに攻撃力が上がる可能性もあるけどね。What?! 火傷?! Oh my god! とりあえず倒して。火傷って毒みたいにダメージ食らうやつだよね。うわぁ、もう厄介だな、これ。火傷直しとか持ってねえぞ。まあでも木の実とかあるからね。それで直しゃいいや。ねえ。さあ、撃破成功だぜ。弱い弱い。さあ、みかんのところにたどり着けたかな。まだ上あんのか。先長そうだな、これね。いや、まだあるじゃないですか。もうみかんのとこ早く行かせろや。戦闘はモココでいいかな。まあ、でもこのトレーナー別に回避していけるよね。こっちから行こうか。あー、こっちにもいるわ。みかんちゃん、ポケモンが心配なんだろうな。薬とも笑わないんだ。お前がうざいからだろうね、多分ね。お前の前じゃ笑ってないだけだよ。普通に笑っとるか、俺にはわかる。クラブね、わーお。まあ、ただのカニだ。電気ショックで痛めてやろう。これ。てか、クラブも欲しいな。これも波乗り使えるからね。水タイプのポケモンあまり出てこねえんだよな。ほんと、見たことあんの。ウーパーだけだもん。ウーパーで会ってたっけ？俺、その名前のやつだよね。もう名前忘れたわ。で、またクラブね。お前、カニマニアか。絶対食おうとしてるだろ、大きくなったところで。見えるぞ、お前の魂胆がよ。ポケモンだろ、食うんじゃねえよ。まあ、ポケモンも食われてますからね、コビキングとかもね。悲しい話、現実的なんだよ。サトシもね、コビキング食おうとしてたもんね。まあ、実際食わなかったけどね。どこにいんの？まだ上あんのかい？わーお。まだまだ上ある感じだね、これ。鬼スズメ、あ、そういや、あれだ。鬼スズメ預かってんだった、あの飛脚ってやつね。あれどうしたらいいんだろう。あれずっと持ったまんまだけどね。文句言われたりしないのかな。別に何も言われてないけどね。そのまんま預かってる。
31番道路にいるやつに渡せみたいなこと言われてんだけど、31番道路どこだったか忘れてね。いや、一回通ってるんだよ、確か。ただ今持ったまんまでいるけどね。あれどうしよう。別に使うこともないし、とりあえずボックスに置いとけや。何も言われないでしょ。ほっときゃええねん。人の頼みなんて聞かんわ。まず見知らぬ少年に頼むのが間違いだよ。鬼ドリル進化系か。わーお、でけえな。まあでも、そんなでかいのでも、電気ショックで一撃っしょ。何回続くねん。ちょっと待てよ。続きすぎじゃねえか。3回か。できればこの一撃で倒したい。あー、また乱れ突き来たら。あー、よかった。まひったね。ならば次の先制技はこっちだよ。はい、これで終わった。あーぶねえ。またちょっと乱れ突き来てたらまずかったね。うちの猛国公が。やられるわけにはいかねえんだよ。えい。いいね。この灯台でかなりモココのレベル上がってる。もう2レベル上がってるもんね。3レベル上がりそうな雰囲気だよ。みかんちゃんはどこにいるのかな？あ、アイテム発見。不思議な飴だ。こんなとこ落ちてんのか。レベル1上げれるやつね。あ、行き止まり！ちょっと待て。道間違えたか？こっちじゃなかったのか？え、そんなわけないでしょ。あ、でもこれ下にもこっちあるからね。こっちからかな？おい、ここ前でもあるだけだ。アイテム部屋ってことかい。技マシーン34。威張るだね。敵を怒らせて混乱させるが、攻撃もぐんと上げてしまうっていう技。うん、めっちゃうざい技だね。道こっちじゃないってことは、あ、やっぱあの女がいた場所かな。戦い避けてきたんだけどね。そうでしょ。階段上がったとこここいますから。こっちじゃない？え？こっちで合ってるか？でもそこ穴開いてるから先行けないんだよね。ちょっと待てよ。どうしたらいいのこれ。ちょっと道わからなくなってるから。まあ、とりあえずこの子倒していこう。マリル。おわ、いいね。俺も欲しいわ。てか、ジムリーダーとここで対決になることないよね。それちょっと恐れてんだけど、ポケモンの体力も少ないからね。ジムリーダーとは当然ジムでの戦いになると思うんで。まあ、ないっちゃないとは思うんですけど。え、で、これ、いけないでしょ。落ちるよね。で、謎のトレーナーいるよ。What?海の男は強さと優しさ、その二つを兼ね備えている。君はどうなんだ？いや、俺海の男じゃねえし。なんだよ、求めるものが違いすぎるだろ。全然優しくないけどね、こんな落ちたとこにトレーナー待ってるっていう。めっちゃずる賢いやん。撃破成功だぜ。はい、レベル25。なんか技覚えてくれ、もうそろそろ。強い電気技。あ、覚えないのか。結構覚えないんだよね。で、アイテム何？ PP エイド。で、この階段どこ繋がってんだ？あー、はいはいはい。さっき落ちた前のとこに繋がってんだね。で、また船乗りいるよ。あー、もうポケモン変えよう。トレーナーだらけだ、ほんと。みかんのとこに全然たどり着けねえ。あー、もう気づいた。腹立つわ。いや、なんでみかんの代わりを俺が対決しないとダメなんだよ。ジムリーダーでもなんでもねえよ。手持ち3体微妙に多いんだよな。イエス。まず1匹目は撃破で、2匹目は何だい？またワンリキーかよ、お前も。おえーす、一撃撃破成功だ。オッケー。で、ラストもワンリキー。ニョロゾ。その流れでニョロゾ、ようわからんわ。あ、もう最後葉っぱカッターね。まあ水タイプ出してくれてありがたいわ。効果は抜群。はい、これで終了だ。オッケー。で、ベイリーフもレベル23にアップ。進化まではだいぶ先だけどね。あ、光合成回復技だ。覚えよう覚えよう覚えよう。はい。どの技？泣き声いらねえだろう。うん。もっと早く忘れさせたかったんだけどね、泣き声なんてね。間違って A ボタン連打してね、他の技を忘れさせちゃったのよ。そういうとこあるからさ。結構この実況で過ち繰り返してるよ。ベリーフだけじゃないね。他のポケモンの時もちょっとやっちゃったもんね、そうやって。んで、これなんだ。おう、スーパーボール1個だけ？ 2、3個くれよ。で、頂上やってきたかな？あー、来たっぽいね。いますやん。これがみかんか。で、横にいるポケモンは？あかりちゃん。バルー。いや、あかりちゃんって誰だよ。息をするのも苦しそう。お前、相当じゃねえか、これ、お前よ。このポケモン、いつも海を照らしてくれてたの。でも、いきなりぐったりして、息も絶え絶え。
海の向こう、丹波にはすごいくず売り屋さんがいるそうですけど、私あかりちゃんのそばを離れるわけにはいかないし、お願いです、私の代わりに薬をもらってきていただけませんか。え、マジで、あっそう、そういう展開、必死に人が上がってきたけど事務戦できないって感じ。あー、オッケー、まあね、あ、いいと思うよ、可愛いし、あかりちゃんのためだしね。うん、丹波に向かいとのことですね。ただ丹波に向かうためには海を越えた先っつってたからさ、やっぱ波乗り要員必要だよね。あ、ミルタンクはこれ波乗り覚えられるね。よっしゃ、なら覚えさせましょう。よかったー。いや、水タイプ持ってなかったんでね、ほんとミルタンクゲットしててよかったわ。まあ、牛なのにいけんのかい、牛だからかな、鳴き声忘れさして。あ、ミルタンクだよ。じゃないと次の丹波の町行けなかったからね、水ポケモンゲットしないと。お、なんかくれるのか、小金のジムマッチ。いや、持ってるよ。イエーズヒデマシン04怪力だね。よーっしゃ、これありがてえ。この家でもらうことができるね。はあ、ここで怪力ゲットか。あ、そう。じゃあ、丹波の方に向かっていきましょう。これ40番水道から行けるらしいんでね。あ、到着かな？イエーイ！合ってんのかな？どうだ？そ、あ、丹波で合ってるね。うん、丹波の薬屋っていうのがあるよ。あ、これだ！みかんが言ってたやつはね。よーしよしよしよし。買わせろ、よこせ。すんげー悪そうな見た目してますけど。お前が、薬くれんの？エース、センキュー、秘伝の薬を預かった。これをミカンに届けていけばいいんだよね。わしの秘伝の薬は効き目強すぎるからな。よほどのことでないとあげないのや。そういうこと。いや、いいおっさんじゃないですか。見た目は完全に悪そうなおっさんですけどね。え、で、ジムあるんかい、ここ。え、マジで？タンバシティのポケモンジム。リーダー、シジマ。うなる拳で語る男ってことは、格闘タイプってことなのかな。ジムの順番って別に強制じゃないはずなんでね。どうしようかな。じゃあ、ここのジムやっていこうかな。やっていきましょう。じゃあね。うん。いきなりお前トレーナー待ち構えてるじゃないですか。この場合、どっちと対決になるの？ダブルバトルはないはずなんでね。まず左のやつか。わしとポケモンは熱い友情で結ばれとる。誰にも破ることはできんぞ、とのことだね。あ、そう。破りますけど、簡単にね。うん。もう完全格闘タイプジムですわ。まずいなぁ。格闘タイプ。いや、まあでもピジョンがいるからね。いや、でもレベル27やから高いわ。ちょっと待てよ、お前。挑戦するには高すぎねえか、ここのポケモンジムのレベルね。ピジョンレベル上げてから来た方が良かったかもしれない。めっちゃ食らうやん、ニドゲリー。パカッターなんて大して食らわんだろうね、これね。どうだ、うわ、全然食らわねえ。いや、ポケモンチェンジするわ。ピジョン君に決めた。レベル差はあるけども、やっぱ相性はいいからね。ベイリーグじゃ勝てそうにねえわ。見たか、あの葉っぱカッターの食らわなさをね。え、二度蹴りめっちゃ食らうやん。あ、もうあかんわ、こんなんね。勝てるわけじゃないよ。無理だ無理だ、あ、無理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 。レベル全然足りてない。うん、ピジョンのレベル上げてくるべきだったよ。無理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 。そんな感じ。うん、壊れた俺がね。あー、厄介な。お前、これやっぱ先にあのミカンのジム行ってた方が良かったんじゃないかな。飛び蹴り失敗して自分にダメージ受けた。マヌケなポケモンじゃないですか。いや、ゴロンは岩タイプなんでね、格闘技なんでめちゃくちゃ食らうぞ。うわ、ほらね。まあでもこの戦いは勝ったかな。あーだ、勝ったもらったわ。外すなよ。しまったな、でもね。ここで対してゴロンは使えないどころか相性が悪いのでね、やっぱピジョンレベル上げてくるべきだったわ。ベイリーフ26レベルになってもこのジムでも大して役に立たねえんだよな。格闘技タイプって草やからね。舐めてんのか。全然食らわねえよ、お前。で、これ連戦か。そういうことね。だから二人いたんだ。立ち悪いだろ、お前。本格的に潰しに来とるやないか。ガチやん。なんか気色悪いわ。連携技で来ててね。いや、片方、エビアラでしょうね。この流れは間違いなくそうですよ。ゆけベイリーフとお前役に立たねえだろな。リフレッター、いや、もう葉っぱ語りや。とりあえずこっちもゴリゴリのマッキーだわ。全然食らわねえ。そら格闘タイプに対して。うわーで、炎のパンチ覚えてんのかい。三色パンチの一つだわ、お前。そら炎タイプ技ですか、効果抜群だよ。で、なんで雷用パンチできたし。助かったわ、炎のパンチやられてたら終わってたからね。これほんと厄介なジムだな。いや、もうやられたでしょうね。冷凍パンチ、氷も弱点。草タイプってそう考えたら弱点めっちゃ多いね。氷に炎に飛行ですからね。あと草も弱点か。わー、完全に選んだの失敗じゃないですか。
これはあかんわ。なあ、倒せなかったし。グッバイベリーフ。これは相性が悪いわ。この3種類のパンチ覚えてんだからね。誰でいこうかな。いや、この戦いはモココは大して役に立たないけどね。まあレベルは大体同じくらいですから、ここからなら負けることはないでしょう。おお、結構食らうね。電気ショック、これで終わったかな。うわ、ちょっと残るんか。やっぱ技能力が低いからね。もうそろそろ電気ショック以外の雷タイプ技覚えてくれないとマジで詰むんだよな。全然覚えむね。10万ボルトあたり覚えてよ。レベル27、どうだ。あー、綿胞子、え、違うやん。綿胞子ってどんな技だっけ。ちょっと待って、技の説明とか見れないのか。見れないね。どうしよう、鳴き声忘れてた。そわ、多分防御とか攻撃上げるやつだわ。うん、そんな感じの技。まあ鳴き声はいらないのでね、それ忘れさせればいいわ。さあ、ちょっときつかった連戦だね。ピジョンのレベルさえ上げておけば積むことなんてなかったんだが、ちなみに綿胞子の技はですね、あー、敵のスペースをガクッと下げる技なのね。綿胞子はいい技だ。覚えさせて正解でしたね。このジムでもちょっと役に立ちそうですしね。素早さの速い格闘タイプが多いですから。とりあえずだな、ピジョンレベル上げるためにも戦闘にしてだね。とりあえず今途中で出したのでやられたからね。うん。途中で出さなきゃ今いけてたと思うんだ。さあ、こいつだ。あ、ここ怪力必要なんじゃねえかな。だね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 。ヒデマザゲットしてますから、それを使うとこだね。珍しくない？ジムでヒデマザ使わないと先行けないっていうのね。なかなかないと思いますが。ワンリキくらいならば、まあ、レベル差で負けててもピジョンでいけるはずだわ。風起こし。効果は抜群だよ。エアスラッシュとか覚えてくれねえかな。やっぱ風起こしは威力低いんでね。そんな食らねえんだよな。半分近く食らうんかい、これで。マジで。これ倒せよ。急所当たれ。よーしよしよしよし。まず1体目撃破だぜ。で、これでレベルアップだぜ。いや、ジムリーダー戦の前にもね、多少なんともレベル上げないと。吹き飛ばしか。これ、いや、飛行技じゃないでしょ。攻撃じゃないしね、そもそも。相手をなんか入れ替えるみたいな技ですから。まあ、覚えさせておきましょう。うん。イエスさん。できれば飛行タイプの攻撃技を覚えてほしかったけどね。ゴーリキーで来るか。ムキムキやん、怖えわ。風起こし。これはかん、見た目からして強いポケモンだよ。威圧してるね、あれ相手。うわぁ、で、今だから覚えてんのかよ、お前。マジで飛行対策全然できてるじゃないっすか。このジム何気にむずいぞ、お前。挑むのほんとちょっと早かったような気がするわ。まあ、相性悪いがゴロを急に決めた。まあ、地面タイプの技もそこそこ食らうんだね。マグニチュード。6。6ではこの体力削れるかな。ちょ、あー、残るね。で、格闘タイプが来たらまずいぞ、効果は抜群。もう一回、ワンモアタイム。7、よし、これで倒したはずだ。イエーイ。やっぱこのジムでもゴローン、まあ一番レベル高いポケモンですからね、俺のパーティーで。まあ使っていかないとやっぱ積むわな。さあ、これ、カイリキーで押してだね。はい。えい、えい、で、えい、あれ？間違った？わお。これ押しすぎじゃね？先行けねえじゃん。わぁ、ほんでトレーナー対決にもなるしね。あれ、これ違うな。前に押し続けたらダメなんだよ。間違ったわ。まずこいつ倒さないとね。マンキー。ありがたい。ピジョンには持ってこいのポケモンだからね。いや、ここのジムにはそういうポケモンしかいないんで、全部格闘タイプだからね。あ、レベル的にも持ってこいってことね。あ、このレベルならば、同じならば、負けることはないからね。ダメージも。お、結構食らうんだね。格闘タイプの技結構食らいすぎじゃね。まあ、いいや、撃破だぜ。イエスさん。次もマンキーになってくれ。おい、ありがたいね。まあ、ジム戦までには24にはしておきたいな。それでも全然足りないと思うけどね。多分これジムリーダーシジマだっけ。30近いポケモン出してくると思うんだね。さあ、風起こし。えっさ、えい、これまた激破だぜ。でラスト1匹オコリザルで来るか。いや、もうこのままピジョンで。こういうのはもうブチ切れてるわ。何もしてないのに。まあ、相手の方が早いんかい。まあ、でも大して食らない。この怒りは確か HP が低ければ低いほどダメージ与えれるみたいな、そんな技じゃなかったっけな。あ、ボルテージ上がっていく。やばいやん。空手チョップ。あー、危ない。ギリギリ残ったから多分やられるな。いや、ポケモンチェンジでいきましょう。経験値も欲しいんでね。ここはもうチェンジしてだね。ベリフ君に決めた。うーん、結構食らう。急所当たったんか。やばい。やばかった。相手の方が早いし、まずいぞ。これめっちゃ食らうんちゃうけ。あ、そんな食らなかった。関係ないんだね。怒りってなんか HP 低ければ低いほど与えれるみたいな感じの技かなと思ったら関係なかったね。2しか食らわなかったもん。さあ、レベル24になりましたよ。まあ、ちょっとベリフの、あ、じゃない、ピジョンのレベルはちょっと足りてはないんだけどもね。まあ、これでジム戦挑戦するしかないですから、こうでこうでこうだよね。じゃないといけないもんね。さあ、ジムリーダーいますよ。待て、俺回復アイテムとか購入してるよな。前なかったんで苦労したんだけどね。いい傷薬、10個ありますからね。まあ、とりあえずこれだけあれば十分でしょう。しゃあ、行こう。寸限テンション高い。わしは強いぞとか自分で言ってるし。
鍛えたポケモンは岩を砕き、骨をも粉、え、粉みじんにする。ちょっと見て俺、え、目の前でやるの。そんな破壊の仕方あるかお前。なんやねんこれ。ポケモン勝負の前のあの無駄なお前石投げは何だったんだよ。いや、こいつ自体は強いけどポケモン弱いみたいなパターンじゃないですかこれで。さあジムリーダーのシジマ、怒り猿を出してきたぞ。やっぱレベル高い27だよこれ。ちょっときついような気がするけどね。睨みつけるメンチビームできたぜお前。ただのヤンキーやんけ。おっしゃいいぞ。これ急所当たってくれたら次の攻撃で倒せるんだな。格闘タイプ技使ってこねえのか。よりも乱れ引っかきっていうね、めめしい技を使ってくるよ。で、めっちゃ当たるやんけ、これ。なんで5回も当たっとんねん、お前。当たりすぎだろ、いくらなんでもね。風起こしだよ。よーし、急所当たった。エイス、ビジョンで撃破成功だぜ。よかった、よかった。危ないとこだったよ。え、次だね。ニョロボン？わーお、ありがたい、ありがたい。いや、ただの格闘タイプならちょっと俺軽く積んでたんだけどね。ニョロも水格闘ってこと？水タイプ入ってますからね。え、こんなんもうモココベイリーフのカモやん。え？バカかな？ありがてえ。いや、でかいけどね。レベル30。いや、でもこれは本当にうちにとってものすごく相性のいいポケモンなんでね。最後、カイリキーかなんかね、ゴーリキーかなんか出してくんのかなと思ったら、全然違うわ。狙いを定めた、なんやねん、急所当たりやすくなる的なやつか。あー、でも硬いな、これ。電磁波した方がいいな。まひらせよう。あっぶね、催眠術また鬱陶しい技使ってくるやんけ、お前。よっしゃ、技が出にくくなったぞ。ここから俺のターンだ。電気ショックだ。まひって、攻撃もなかなかできないし、先制ではこっちが取れるからね。オーマイガー、オーマイガー。うわぁ、クラ半分以上削られる。上にお前混乱するんかい。どういうことやねん。わぁ、直撃したからかな。よっしゃ、でも攻撃が出るっていうね。センキュー、ナイス、モココ、偉いぞ。おぉ、急所当たったね。さあ、ワンモアタイム、もう一回終わるんだが、あー、これはうちのモココがやられたわ。すまんな。まあでももう、あと電光石火で倒せるようなもんだからね。ほんと、相手は麻痺って先手が取れないので、最後はベリーフでゲットしましょう。いや、ほんとよかったわ。水タイプのポケモン出してきてくれて。助かった。普通の格闘ならば、モココの出番もあまりなかったと思うしね。それどころか、こっちが全部やられてもおかしくなかったな。さあ、レベル27になったね。バカで助かりましたよ。相手のジムリーダーがな。いや、負けだよ、お前のね。ショックバッチはお前にふさわしい。3000、しょべえな。ジムリーダーなんだから、もっとくれや、お前。うん。これで何個目だ？4つ目？ 5 つ目？あ、もう記憶にねえや。それくらい集めてるからね。レベル70までなら言うことを聞く。お！空を飛べる！マジで？技マシン1。空を飛ぶを使えるようになったんだね。ただ、まだこれ秘伝技ゲットしてないからね。その空を飛ぶのね。中身は爆裂パンチ。当たるかどうか、一か八かだが、当たれば絶対に混乱させるほどの一撃をお見舞いするぞとのことだね。いい技じゃないか。俺も覚えさせてみるのもありだな。さあ、無事丹波のジムリーダーを撃破したことによって、5つ目のジムバッジを手に入れることができたね。当初の予定だとね、みかんと対決する予定だったんですけど、まさか丹波にもジムがあるとは思わなかったよ。さあ、残るジムリーダーはあと3人で、ほんでここで、薬を手に入れたのでね、それを私に行けばおそらくみかんとも対決できるようになるんでね。まあ、今回の実況は長くなっちゃったのでこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況でね、みかんに薬を渡していきたいと思いますので、次回のポケットモンスター金実況もお楽しみにね。ここまで見てくださったみんなありがとう。グググググバイ、またあおう。